遠出するからお休みを取りたいの。そういえばそろそろクレイと一緒に魚を取る約束を守らなくては。クレイ、すごく怖いお手紙が届いてね。ここに行かなくちゃいけないの。ドドコは大切な家族だもん。クレイ、絶対にドド大魔王に負けないよ。さざ波に合わせて歌を歌ったらロマンチックだと思わない？危険が潜んでいると知りながらここの美しさに魅了されている。持っていくのはボンボン爆弾とドドコ、そしてクレイ。出発！やっと来たね、悪しき炎の娘。けど残念、これでおしまい。輝かすことができるのは強者の中の強者に決まってる。あなたの相手、本部東海の台風の目となる選手でしょう。神の目がなくなってる。嵐が来る時は自然の音もざわつく。もうじき風が吹くでござるよ。雲が来る、借りなく時。もしも七神が自らの意志により神の目を人々に授けたのであれば、今の雷神はそれについて疑問を抱いているということになるのではないか。いつの日か必ず彼女から永遠についての答えを得るつもりでござるよ。稲妻へと続く回路は厳しく、雷雨が絶えず降り注ぐ。無尽の嵐の先に待ち受けているのはお主らにとって最も困難な旅やもしれぬ。